ははいこんにちは婚活系バ、no. えー今日はねちょっと以前に、まあ、少し前なんだけど俺がねあのー、まさきまんに対して、えーまあ、動画を出したんだよあのー、なんかねまさみきまんが病んでたからさあのー、お前それで逃げたらさあの谷川と同じだろうっていう話をちょっとしたんだよ簡単に言えばね で、まあ、それに対してね、あのー、誰が反応したかというと、誰が反応したかというと、あいつなんだよ。ラブフリー、ラブフリーさんだったよね、これが。で、それがね、僕はちょっと意味がわかんなくて、てか、そもそも意味がわかんない。あのー、俺はね、まさきはに対して動画を出したのにさ、なんか、あのー、ラブフリーさんラブフリーさんがな、なんか、 ぶち切れてさ、ちょっと興奮した感じでさ、まあ、いつものパターンなんだけど、あのなんかで、ね、いつもの、まあ、パターンなんだよ、えー。興奮した感じでさ、あのまあ、僕に対してね、あのまあ、動画を出してきたわけ。まあ、それのね、まあ、なんだろう、まあ、アンサー動画ちょっと作るから、ちょっと待ってくれ、本当、ちょっと待ってくれ、今忙しいんだって、ちょっと数日待って、マジで。 とか思思いながらねうんえ思ってますで、まあ、それをね、まあ、最初知ったのは、まあ、正直言えばさ、あの僕の、まあ、リスナーさん、僕、リスナーさん結構ね、あのー、まあ、ラブフリーさん動画見てたりするんで、まあ、いろいろね、まあ、あの、アドバイスとか意見とかね、まあ、くれるわけなんですよ。そういうかところからさ、 あのなんかラブリーさんが俺のことをねすごい言ってるぞっていう話をまあ聞いたわけですでまあねあのそのメインの動画でも言っててまあそれ以外のとこでもさなんか言ってるらしくてまあちょっとね今いろいろ見てね、まあ、アンサー動画をね撮ろうかなと思ってるんですよでそもそもさでも俺が思うよにさ俺で、ね、あの和 <laughs> き輪に対して動画上げたんだけど ラブフリーについて何もさ、言ってないんだけどなぁとか思いながらさ、ちょっとね、不思議なまあ感じでね、まあ、あの見てるわけです。うん。っていうか不思議ですよね。え、なんで僕に動画出してど <laughs> う言ったら。うまあ、わかんないけど、本当はね、うん、まさきまんとできてるんかもしれないね。わかんないけどさ、なんかね、うん、あの、 俺に対して動画出してきたからさ、ちょっとね、今動画を見ています。アンサー動画近いうちにね、出したいなと思ってて、考えています。まあ最近のね、ラブフリーさんの動画ね、僕、ラブフリーさんの動画結構ね、まあ見てる方なんですけど、うん、まああの、まあ見てる方なんですよ。で、あの、見てるって言っても僕はね、あの、 なんかあの宗教的なのは分かんないからあの宗教的なのは見てないですよ、全く、うん。宗教的なのは分かんないから、そういう思想とかさ、あのー、もう思想家だよね、そういう思想は全く興味ないし分かんないからそういうのは見てないけど、まあ、あと婚活とかね、あとまあそれ以外、思想以外のところはね、えーまああのまあ、見てるというかさ、まあ、時間あるときにちょっと見てる感じではいるんでね、うんえーまあ、見ていきたいなと 思います。ってことで、ちょっとアンサー動画待ってみんな。うん。ちょっとまだね、動画をね、しっかり見れてないんで、えー、アンサー動画また後日出したいと思います。ってことで、ありがとうございました。